キュウリ3つ80円で売ってたよ。いる？貸してくれないんだけど。え？なかなかしてくれない。お父さん、キュウリ取れた？そんなに近すぎちゃっていけない。建物。いっか。キュウリ80円って。普通のこれが3つあって80円だった。これも閉まっちゃうね。5時半までだって。5時15分ぐらいで行こっか。いやもうちょっといる。じゃあ水入れてこっかな。なかなかまだ暑いもんな、太陽。すげえな、もう。あ、出そう、出るぞ、これ。そっちかな。やっぱキュウリいいや、めんどくせえ。早くして、ここ早くして出ないんじゃない。いいよ、水が欲しいんだって。なんか出なさそうな感じ。蚊が多いな、足かゆい。蚊が多いのか、足がかゆい。出ないのかな。出ないんじゃない。いいよ、出なかったら。うん、さすがにちょっとあんまりここ長居したくない。暑いし。すごいね、これ。昔は犬入れたの。どこ？ここ？三峯神社。埼玉での一番有名神社。昔は犬入れたのって。今は犬じゃなくなって。だいたいダメになった理由わかるでしょ。犬飼いだったら。じゃあ行くか。もう出ないよこれ。うん、じゃあ戻るか。じゃあこっち多分暑いから歩かせられん。はい、もうへばってんじゃん。もう暑いよな。そりゃそうだ。じゃあというわけで肌見に行きますか。こんなもなかった。一個もなかった。弁当系一個もなかったもん。なんかもう閉店式から半額あるかなと思ったけどなかった。暑い。うん。